皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、いつも悩んで前に進めない教室の先生のための最強ノウハウベスト3ということについてお伝えしていきたいと思います。悩み相談というかですね、前に進めない方っていうのは当然悩んでるわけですよ。で、同じ場所をこう割とぐるぐるしてる方っていうのが、スパッと決断できるタイプと決断できないタイプに、まあ大体大きく分けると2つに分かれるんですけれども、結局その悩んで前に進めないと時間のロス、そしてチャンス、機会をロスするケースが多いので、ぜひそこをね、打開してもらうため の3つのヒントを今日は中心にお伝えしていきたいなというふうに思います。はい、それではですね、本題に入ります。悩んで前に進めない人にお伝えしたい最強ノウハウですね。この3つを最初にちょっと教えて、でその後その一つ一つどういうふうに考えていったらいいのかっていうのを解説していきたいと思います。まず1つ目、10秒で決めてみる。これ実はですね、幸福度っていうことを何かね、調査した、チームがあって、そのデータの中にですね、3秒で決めた結果と3年かかって、一生懸命考えて決めた結果は幸福度にほぼ変わりはないっていうデータがあるんですよ。ということは、私は今回10秒で決めてみるって言ってもうちょっと伸ばしてるんですけれども、直感でほぼ決めたものであろうとも、3年かかってじっくりじっくりじっくり考えて決めたものであろうとも、まあ要はどの道を選んでも、その人がその道を決めてやっていくと決めれば、どっちの道も正解だっていう話なんですよね。要は幸福度っていう観点からするとです。だから、人生の道っていうのは、A の道と B の道っていうのが仮に2つ岐路があった時に、例えば B をね選んだ時にでも、あの時本当は A を選んでたらよかったのかっていうタイプの人は B を選んでも幸せじゃないんですよ。で、 A をじゃあその人が選んでたら幸せだったかっていうと、同じその考え方の人は B を選んでたら自分ってもっと良かったんじゃないか。だから常に過去を見るタイプの人っていうのは、どんな決断をしても気持ち的には幸せになれないということなんですよね。だからそう考えると、その決めたことに対してどう動いていくかっていう立ち位置をしっかり決めればそれで済むだけの話なので、ものすごく考えて出した結論と、実はほぼ直感で決めたものも、その後どういうふうにその経験値を積んでいくかっていうのを考えればいいだけのことなので、ほぼ結果は変わらないということです。だから悩み方の一番大きな事情と理由は、失敗したくないとかね、うまくいかない状態になりたくない、まあそれはお金を失いたくないっていうのももしかしたら入ってくるかもしれないんですけれども、一つ言いたいのが、失敗失敗っていうことはないっていうことなんですよね。基本的に自分が思った通りにならないということが分かったというのが答えなので、その時点で違うやり方を探せばいいだけのことなので、失敗っていうのは、ね、ないんですよ基本的に。だから失敗が怖いっていう人に限って、自分がそのやったことを失敗だと定義づけるから失敗になるんですよね。そういうことなのか、分かったって言って次に行くっていうことができる、私はそういうタイプなんですけれども、そういう人にとっては失敗っていうのは基本ないんですよね。これではできないんだっていうことが分かった、イコール学びみたいな感じなんですよ。だから、私の場合にはするしないとかはほぼ直感っていうか、いろんなデータがあるから即断即決できるっていうのがあるんですけれども、例えば何かコラボをしましょうとか、こういう話がありますよ、一緒に仕事しませんかっていう概要を聞いているだけで、ほぼほぼ私の答えっていうのは決まっていて、でどうしますかって言われた瞬間にやりましょうとか、いやちょっと今回はお断りしますっていうのが、どうしますかと聞かれた瞬間に即答できるように、もう話聞きながらもうどっちにするか決めてるっていう感じなんですよ。だから10秒かかってないです。どうしますか、やりますっていうコンマ何秒ですよね。
それはもちろん経験値があるからっていうことと、あとは私の一つのポリシーとして、自分で決めたことに対しては絶対に人のせいにしないっていうのは決めているんです。はい、だから自分で決めてるから、そう決めたんだったらやりきるっていう感じにするので、迷う必要がないんですよ。で、迷う方の傾向としては、自分で決めてる割には人のせいにするところが多いんですよ。で、まあ100歩譲って人のせいにしなかったとしても、本当はこういう道があったんじゃないかっていう後ろ向きがちな人が多いですね。はい、だから失敗したくないって言葉をよく言います。どの道を選んでも失敗なんてないと思ったら、実際はそんなに悩む必要が本当はないっていうことに気づくはずなんです。どこかに言い訳を探したり、どこかに逃げ道を探したり、自分で自分の人生を責任を取るって決めてれば、どんな結果であろうとも、その場で即断即決できるはずなんですよ、本来は。だって悩んでたって、やってみないことには本当の答えなんて出ないからっていうのが、実際のところの正解っていう感じです。だから10秒で決めてみるっていうのは、まあ、ちょっと伸ばして差し上げてますけれども、それが1ヶ月かかって考えてもほぼ答えは一緒っていうことです。で、その1ヶ月考えている間に、同じ人生の岐路になった時に、動いた人と動いてない人では、動いた人の方に当然いろんな情報もいいことも、例えば助けてくれる人とかも情報が全て集まってきます、その1ヶ月の間に。だからどれだけそれが一生、まあ、一生じゃなくてもいいです、1年とかになったら、どれだけそのロスというか、本当はできたかもしれないことができないことが増えてるのかって考えると、悩むだけもったいないということなんで、まずは進んでみるっていうための一つの手段として10秒で決めるっていうのをやってみたらいかがでしょうかっていうのがまず1つ目です。で、2つ目、障害を潰していくっていうことですね。これ、私はコンサルなんで、進めないとかいうふうなお悩みで、今こんなことを考えてて前に行けないですっていうと、一個一個ね、話聞いていきます。じゃあ何が理由でそう進めないんですかっていうと、これこれこの事情があって、じゃあその事情はどうやったら解決できるんですか、いやそれはこういうふうにすればできます、じゃあそれをなんでやらないんですか、それをやるためにはこの内容とこの内容が必要でっていう、次々に出てきます、細分化していくと。じゃあそれを用意すればいいんじゃないですか、それを用意するためにはこういう事情が必要で、じゃあその事情をやるためにはどうしたらいいんですかっていう、ずっとずっと詰めていくと、結局やってないだけなんですよ、言い訳があって。だから詰めて分解していくと、結局やるべきことがシンプルに1個にポンって収まるので、じゃあその1個をやったら次ができて、その次ができたら次ができてっていうふうにいくはずなので、障害って自分が勝手に思ってて前に進めない理由は何ですかっていうとね、じゃあ例えば時間がないとかよく言う人いますよね。時間がない、じゃあどういうふうに時間がないのか教えてくださいって言って、1日の時間割を教えてくださいって言うと、こういう時間で、ここの時間とここの時間とここの時間がありますよね、これどういうふうに過ごしてるんですかって言うと、まあ、大概無駄な時間が多いですよ、時間がないっていう人に限って。だからじゃあここでできますよねって言ったら、そこでやることになるので解決になります。もっと複雑な内容の場合もありますけれどもね。だけれども、例えば自分の中で解決できないようなものが要因になっているケースがあります。例えばそれはインタビューをしないとインタビュー記事が書けないっていうことがテーマだったとしますよね。インタビュー記事を書くっていうのが目的だから、インタビュー記事を書くために人にインタビューしなきゃいけないっていうのが大前提だったら、インタビューできない限りは無理ですよね。で、例えばコロナ禍で人と会ってはいけない、しかも会わないとできないインタビューだったとしますよね、やらなくちゃいけないことが。であればできないということになります。ズームでもダメということだったら、できないというのがもうすでに結論なんですよ。だとしたら、そのインタビューができないがためにインタビュー記事が書けない、だから困ってますっていうのは、もう書けないという結論が出ているので、そこは今はしないっていうのが答えになります。そこをインタビュー記事が書けません、人と会えません、どうしましょう、前に進めませんって言ってたら、そもそもできないことに対して、進もうとしている、
からできないのであって、違う方法を考えるっていうことになります。だから障害を潰していくと、自分が悩んでいることすらそもそもどうしようもないことを悩んでいるんだってことが分かったりするケースがありますので、自分で一つ一つこれができない、じゃあなんでそれができないんで、どうしたらできるだろう、これをやったらできるかもしれないっていう、思考に突き詰めていかない方がほとんどです。悩んでるんです、止まってます、それでっていう感じなんですよね。そこの、じゃあなんで悩んでるの、何が原因でダメですか、じゃあそれを障害どうやったら取り除けますかって私が聞くんですけど、その聞くのを自問自答でどんどんクリアにしていってほしいっていうことです。そうすると前に進めるようになります。前に進めないっていうのは言い訳であって、本当のところは前に進まないようにしているというのが本当のところです、おそらく。はい、だから障害取り除くのなんて簡単だから、本来はっていうイメージですね。でその話を言うのが次3つ目です。はい、自分で変えられないものは諦める。それがあるがために前に進めませんっていうのであれば、そこは諦める方がいいんです。さっきみたいにインタビュー記事を書かなくてはいけない、しかも対面で会ったインタビュー記事でないとダメとかって言って、コロナ禍で対面で会えないって言ったら無理なんですよ。だからそれが会えないからどうしようどうしようではなく、もう諦めるんです、今できないからっていう選択肢にすれたら、違う仕事と違うものを考えるっていうことになります。なのに自分では変えられないことに対してなぜか悩んでるということにして前に進まないという方が結構いらっしゃいます。自分で変えられることはね、自分でできることは自分で変えられるんですよ。他人は変えられないんです。他人の考え方とか他人の用事とかね、そこに起因するような障害は取り除けないんです。例えばそうですね、ある人に会わないとっていう、まあ人のこともそうなんですけれども、まあ、お金的にですよ。どうしても自分が用意できない、例えば1億円とか明日までに用意しないとそれが叶わないって言ったら、なかなかしんどいところですよね。そういうつてとか人脈とか貸してくれる人がいない限りは、ある程度ね、実績ある人だったらポンってもしかしたら貸してくれる人いるかもしれないですけど、銀行の審査も楽じゃないですからね。1億あたりになるとすぐに、今日の明日っていうのは基本無理ですね。でそういうものに関しては自分の力ではどうにもならないということであれば、それは今選択肢としてないっていうふうに諦めるっていう必要があります。将来的にはできる自分になってるかもしれないけど、その時の自分ができないんだったら諦めるしかないわけですよね。だからそれをどうしようどうしようっていう、そもそももう悩む選択肢にもならないことを悩んでる人も結構多いです。はい、聞くとね、これこれこういう事情でこうだから困ってるんです、いやだってそれできないじゃないですかって、私がどう見てもできないという事情なんです、それはもう諦めるしかないですよっていう、自分で変えてどうにかなることは自分でやります。だけど他者が絡んできたり他人の意向が入ってこないと成立しないものは、トライしてみてもらってもいいんですよ。説得するとかどうにかするとか、でもその道すらもうないんであれば、要は他人がうんと言わない限り自分がやることが動かないものは変えられないという前提になってしまったんだったら諦めるしかないんですよ、いくら悩んでも。だったらできる違うルート、違う方法で頑張ってみるっていうふうにすぐに切り替えるっていうことで悩み解消ですよね。だってそこでいてもしょうがないから、前に進むしか次の道が見えないんですよ。だからそこに止まってるっていうことが一番良くないっていうことを理解してほしくてこの話をしてます。停滞していると時間だけがねどんどん過ぎていきますから、どうしようもないっていう感じです。はい、なので今日のねテーマとしては、いつも悩んで前に進めない教室の先生のための最強のベスト3っていうふうに言ってるのは、要は自分で変えられることは自分で変えて前に進みましょうっていう、それが一番大きな結論なんですけど、まあ一応3つのこととしてまとめてお答えをしていきたいと思います。
まず1つ目は10秒で決めてみる。2つ目は障害を潰していく。3つ目は自分で変えられないものは諦める。この3つをするだけでも、多分今悩んでいたとしてもこの3つに当てはまったら、それで動けば解決できる、一歩前に進めるはずなんで、はい、この3つの視点を持つと大概前に進めるはずなんで、それでやってみてください。はい、それでは。